シャルロッテ・ゾフィー・ヘンリエッテ・ブッフはドイツの夫人。ハノー・オファーの高祖院初期ヨハン・クリスティアン・ケストナーの妻であり、ドイツの文豪、ヨハン・ボルフガング・フォン・エーテの代表作、若きワエルテルの悩みの中の永遠のヒロインロッテのモデルとして知られる。ベッツラーの生まれ。父親は地元の役人で16人もの子供がいた大家族であった。彼女は2番目の娘で、 妹と弟の面倒をよく見た家庭的な女性であった。ゲーテは大学卒業後、ベッツラーで法律の勉強をした。ゲーテとは1772年6月9日に、ベッツラー近郊の村で開かれていた舞踏会で知り合った。ゲーテが一目見るなり、理地的で素朴でそれでいて、親切と評するほどの好人物で、それでいて、 誰の目からも容姿も際立って美しかったと言われている。たちまちゲーテは彼女の虜になり、舞踏会の後何度も彼女の家を訪問したり、多くの手紙や詩を送った。家の周りの人たちとも仲良くなった。しかし彼女はゲーテと会う、数年も前にゲーテの友人である当地で裁判所の助手であった、ケストナーの言い名付けであった。しかし、ケストナーは、 そのような事態でもゲーテを咎めたりせず理解を示し非常に紳士的な振る舞いをした。ケストナーもそれだけの魅力を備えた女性であることを知っていたからであった。ゲーテも誘い三人で近くの草原に遊びに行くなどして互いの友情を深めさせたという。ロッテはゲーテの熱烈な恋に誘惑されずに耐えてゲーテはかわぬ惨めな恋に耐えられなくなり別れも告げず突然 ベッツラーを去っていった。その後、ロッテは1773年4月23日にケストナーと結婚。夫がハノーファーで初期間に就職するためハノーファーへ移住。12人もの子供を設けた。その後もゲーテとは息子のアウグスト・ケストナーを通じて手紙で交流していた。夫とは1800年に死別。1816年には 60を過ぎたゲーテに会うため、バイマルを訪問している。未亡人となった後も再婚はせず、1828年にハノーファーで死去。75歳であった。彼女の墓は、夫と隣でハノーファーの墓地にある。ありがとうございます。